あなたを始末します。ウォン、覚悟はいいですね。私の聞き間違いですかね。この私を始末するとおっしゃったのですか。もはや我々を欺いた裏切り者にかける情などありません。レディーゴー。お邪魔を私の世界。逃げられませんよ。かかりましたね。油断したか。レディーの力量も測れないのですか。そのような行いを暴虎氷河というのですよ。あなたが来ることはすでに予知していましたよ、ハンター君。なんだと。そしてこの私に倒されることもね。すべてはシナリオ通りなのですよ。レディーゴー。ほっほっ、そこだ。ほっほっ、まだ終わってないぞ。レディーゴあなたの一生を物語るにふさわしい言葉ですね。ウォン、貴様はノアを裏切ったばかりか、兄さんまでも。なかなか楽しませていただきましたよ、あなたのお兄さんとのお遊戯は。レディーゴー。かかりました。落ちろ。逃げられませんよ。
時のよろしきに従う。この場合あなた方に消えていただくのが最善の処置だったというわけです。おやおや、元のエミリオ君に戻ってしまいましたか。そんなに自分を偽りたいのですか。僕はもうあなたの道具にはならない。あなたは切り札として取っておきたかったのですが、こうなってしまった以上破棄するしかなさそうですね。レディーゴかかりましたね。負けるものか。レディーゴー。かかりましたね。これでどうだ。光よ。そろそろ終わりにしましょう。レディーゴー。これでどうだ。かかりました。あなたの力は制御できなければ危険すぎます。水は船を乗せ、また船を覆すとも言いますしね。エミリオを散々利用した挙句殺すなんて。はあ、エミリオ君ですか。彼は非常に有能な駒だったのですが、もったいないことをしました。人の命を何だと思ってるの。許せない。レディーゴー。暴れ。かかりましたね。いざなおう私の世界を。当たれ。逃げられませんよ。かかりました。かかりましたね。当たれ。そこ。
なたの力など灯籠の斧のようなもの、私には痛くも痒くもありません。時計の中に錆びたネジが一本でもあれば、正確に時を刻めません。あなたはこの私の世界でのまさにそれ。取り除かせていただきます。レディー、ゴー！やりますね。レディー、ゴー！かかりましたね。かかりましたね。あなたにはもはや存在価値がありません。まさに好死相肉といったところですね。ウォン、俺はもう貴様の言いなりにはならん。貴様とはここまでだ。おやおや、その力を与えた私を裏切るというのですか。貴様には感謝してるぜ、ウォン。最後の礼にこの力、とくと見せてやろう。レディー、ゴー！終わりだ！
生殺与奪。ふん、あなたのおかげで貴重なデータが取れましたよ。ふん、久しぶりですね、キース。まさかあの爆発の中で生きていたとは。2年前、バーンとの戦いの最中で突然爆発が起こった。あいつとの戦いによくも水を差してくれたものだな。おやおや、何もかもお見通しですか。私にしてみれば戦いを盛り上げるための演出だったのですが。私が生きていたというのは、お前にしてみればとんだ計算違いだったのだろう。歪みが生じれば修正するまでのこと。早急にね。ふん、もうお前の手など見切っている。観念するのだな、ウォン。いえいえ、手詰まりなのはあなたの方ですよ。もはや勝敗は決したも同然。チェックメイトですよ、キース。驚きましたか。無理もありませんね。ソニアを用いてテストを行っていた増幅装置が完成したのです。私のサイキックパワーはそれにより以前とは比べ物にならないぐらい上昇しているのですよ。キース、あなたの計画など所詮は空中楼閣、絵空ごとに過ぎなかったのですよ。
向こうに行ったら夢の続きを完遂させてください。この世界の時を刻むことができるのはもはや私を置いて他にはいない。進むも戻すも全ては私の意のまま。さあ時よ、このリチャード・ウォンのために動き出すのです。